軽く浸水してきましたね。はい、時刻は18時32分ですね。いやー、レジャーシートが浸水しまして、ちょっとね全く座れない状態になったので、テーブルを手前に持ってきて、これでねちょっとやろうかなと思います。外の気温がですね12度です。12度なんですけど、これがあるんで今はね、この中はすごく暖かいです。さっきもかなりひどく降ってまして、状況がちょっと変わらないのでテンパってます。はい、でですね、ちょっとトレックを出して鍋をね今日もやりたいと思います。もつ鍋をします。で、当初の予定は一発目豚肉を焼いて、でその後にニラとキャベツ、そのもつ鍋と同じ具材でホルモン焼きを作ってみて、でその後もつ鍋夜食べようかなと思ったんですけど、なかなか思うようにいかない今回のキャンプなんですけど、まあね、こういうこともありますね。で、もつ鍋を、作りますので、材料をまずちょっと紹介をしたいと思います。牛てっちゃん、もつですね。これ某うどん屋さんの、てっちゃんです。それからキャベツ、ニラ、高知県産の分ですね。確か高知県産のニラはこうこのパッケージにちょっと工夫がしてあるんですよ。呼吸ができるようにかな、なんかテレビでやってましたけどね。パーシャルシール舗装って書いてますね。ニンニクはこのスライスニンニクを使います。それと、唐辛子、輪切り唐辛子ですね。で、あとお出汁の方は、これですね、いつものお気に入りの醤油と鶏ガラスープの素、もうこの2つでやります。はい、ではではちょっとやっていきましょうかね。じゃあまずキャベツをね、これどうしようかな、ちぎりましょうかね。もう切るのもあれですもんね。ですね、もう前回勉強しましたんで、鍋はトレックの900で作ります。はい、1400はこれ材料をこっちに避けるために使います。前回石狩鍋の時に大変でしたけどね。はい、とりあえずキャベツは適当にちぎってね、ちょっと多いかな、いいかな、そしたら次はニラですね。半分ぐらい入れていいのかな、よいしょ。はい、じゃあ切りましたんで、これはでもニラは後からですね。このまましときましょうかね。これで置いておきましょう。よし、別にキャベツ入れなくてよかったですね。それぐらいかな。難しいんですよね。よし、とりあえず点火しましょう。よいしょ。なんかテントの中がニラの匂いで充満し始めましたね。すごいなこれ。よいしょ。沸きましたのでこれ入れますね。鶏ガラスープの素、
しますけど、あんまりないな。よいしょ。これぐらい。で、醤油を入れます。ニンニクを入れます。あれ、こんなのかな。で、次は唐辛子。辛いのちょっと苦手なんですよね。だからあんまりちょっといっぱいは入れないです。これぐらいですか。じゃあこのてっちゃん入れていきます。このうどん屋さんのもつ鍋とか結構おいしいんですよね。だからたまに買うんですけど、これ1パックで1000円しますからね。 230g で1000円。ただこのもつはもうあの余分な油を湯通しして一回落としてるんですよね。まあ、だから美味しいのかもしれないですね。でもキャベツも入れちゃいます。ニラはどうしようかな。もうちょっと時間経ってからの方がいいですかね。ニラはちょっと一回これで一煮立ちさせましょうかね。お、いい感じだけど、わ、辛いな。あんまり入れてないのに辛い。うん、あ、でもいい感じ。さあ、じゃあニラを入れますよ。よいしょ。はい。ゆっくり取りましょうかね。でですね、今日もこれ買ってきてますよ。ワンカップ大崎。前回のはあの O っていうあの種類の分だったんですけど、これあのオリジナルのやつですかね。今日はねこれをちょっと飲みながらもうつ鍋をつきたいと思いますね。よし、ちょっと開けてみましょうかね。よいしょ。よし、もういいでしょう。さあ、ちょっとこれをよそいましょうかね。あら、もつが出てくる。はい、もつ鍋完成しました。いただきます。どれどれ。出汁も OK ですね。うん、うまい。まあちょっと今日はあんまり寒くはないんですけど、冬は鍋ですね、やっぱり。もつが美味しいね。ちょっと熱燗の方も準備しましょうかね。これは日本酒が合いそうだから楽しみですね。でもやっぱりもつ鍋ってかなりヘルシーですよね。野菜もたっぷりだし、油分も本当程よい感じでいいですね。美味しいです。じゃあ掴んでいきましたんでいただきます、ね、こうもう程よい感じの、ほんと人肌ぐらいのあったかさです。いただきます。
これはうまいな、やっぱり。もつ鍋には合いますね。うん、あ、おいしい。ちょっとね、これはね、おかわりしたいですね。まだもつもあのキャベツもニラもあるんで、ちょっとこれもう一回作ろうかな。おいしい、おいしい、本当においしい。ニンニクと唐辛子がいいですね。プリプリですね。ああ、そうそう、そういえばこの源氏の森は福岡県田川郡赤村にあるんですけども、福岡県には、この赤村と、それから去年行きました岩屋キャンプ場があった東峰村っていう村があるんですけど、今福岡県内にはこの2つの村しかないみたいなんですよね。もう平成の大合併からもう何年も経ってますけど、そのことにこの間気づきましたね。まあ福岡県内では数少ない村の一つです。いやー、もつ鍋はいいですね。これやっぱり福岡県民のソウルフードですよね。